ちょうど今連絡しようと思っていたところですぞ、八神氏。セイレーンで海藤さんが刺されたとの情報が。本当なの、八神さん。何があったの？ああ、本当だよ。全部話すから。ただ、その前に筑後に調べてほしいもんがある。何？桑名のアジトで USB メモリーを見つけた。ライターに見せかけて隠してあったんだ。すぐに中身が見たい。え？じゃあカイトさん、その相馬ってやつに？脇腹をナイフで刺された。桑名を追いかけてて相馬と勝ち合ったんだ。俺も正直危なかった。相馬一人にやられるとこだったの？八神探偵事務所か。ああ。で、俺はその後桑名の遠縁だっていうマスターに呼ばれて、その USB メモリーをよこすように言われた。その中を見れば桑名の正体と目的がわかるらしい。今開いてみましたが、中身はデータファイルが一つ入っているだけですな。内容は？動画ですね。内容はこれから再生してみましょう。いいですか？なんだろう、すごいドキドキするんだけど。フルスクリーンにします。おーら、うわ、決まった。すげえ吹っ飛んでんじゃん。バカ、決まってねえ。てめえ、ミツロ何避けてんだよ。顔で受けろっつってんだろ。もう一回やるぞ、もう一回。鈴木、携帯で撮れよ。はいはい。今度はマジですげえの決めっから。うぃー、いつでもいいよ。おい、てめえ、逃げんな。ミツル、何しらけることやってんだこれ。ああ、こりゃお仕置きだぞ。もうやだよ。お仕置き、お仕置き。さあ、皆さんと一緒に、お仕置き。楠本ミツルのストリップショー。てめえ、何蹴ってんだこれ。調子こいてんじゃねえぞ、ミツル。やめて、やめて。ミツル、ほら。はいはい、足閉じない。それじゃカメラに映んないよ。もう素人じゃないんだからさ。うわ、こいつションベンしてる。うわ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 、うっそ、キモ。きったね。マジかよ。最悪だ、こいつら。楠本満のストリップと、そう言ってましたね。ああ。楠本満といえば、13年前の黒川学園。沢先生の同級生で、校舎から飛び降りた子だ。厚労省事務次官、楠本玲子の息子でしたね。そして30歳になる今に至るも、昏睡状態が続いています。この動画は楠本満がいじめを受けてた時の、おそらくは隠し撮りされたものでしょう。この動画って桑名さんが隠し持ってたんだよね。なんで桑名さんがこんなものを。わからない。でもセイレーンのマスターはこの動画を見れば桑名の正体も動機もわかると言ってた。うん、ちょっと失礼。この辺り、主だったメンバーの顔が映っています。一旦ここに映っている絵から状況を整理してみませんか、八神氏。
そうだな。わかったよ。ん？これは。楠本満をいじめた加害生徒は河合真也という名前だったはずです。ああ、こないだ神室町で RK が探し回ってた。その時俺が連中に見せられた写真はこの動画の河合と同一人物で間違いないと思う。そして河合が殺されたらしいと当たりをつけた RK はこの後どういうわけか桑名を追って偉人町に来たってことになるな。この携帯カメラでいじめを撮ってた女子は動画の中で名前を呼ばれてたよ。鈴木って。ええ、だとすると僕らも知っているあの人物だと思いますね。ああ、この女子生徒は今鈴木から別の名前に変わってるんだよ。マミヤユイ、江原に痴漢されたとされる被害者女性。旧姓が鈴木でマミヤは結婚してからの名前だよ。そして13年前、楠本満と同じクラスにいたことは沢先生の口からも確認が取れてる。ええ、やはりこの女子生徒はマミヤユイで間違いないでしょう。マミヤさんって一体どういう人なわけ？そもそも世間的に楠本満へのいじめ加害者は河合真也一人だとされていました。しかしこの動画を見ると実態は明らかにこれまでの情報と違っています。実は10人近い生徒がいじめに関わっていて、間宮結衣もそのうちの一人だった。ああ、もしこの動画が世に出たら間宮結衣もここに映ってる生徒たちもみんなまずいことになるな。楠本満を追い詰め今日まで昏睡状態にしておきながら自分たちは知らん顔で暮らしてた。そんな風にバレたら社会的に抹殺される。職場、友人、知人、家族に知れたら今の生活を続けられはしない。こいつの顔ってなんか見覚えがあるんだけど。ほう？僕は見たことなさそうです。僕もわからないな。思い出した。誰？三越芝広の死体発見現場にいた。その時いた連れも全員黒川学園の卒業生って言ってたんだ。神奈川県警の刑事に身分証を見せてた。名前は確か赤池って。するとこういう言い方ができますかね。事件の周辺にいた人物たちが振り返ってみるとみんなこのいじめ動画に映っていると。ああ、問題はそんな動画をなんで桑名が持っていたかだ。これは可哀想だよね、満くん。あんな目に遭わされて誰にも助けてもらえなかった。母親の楠本玲子は13年前、まだ厚生労働省に勤める無名の一官僚でした。詳しくは分かりませんが夫とは早くに別れてたようですね。彼女は息子を女で一つで育てていたのです。ねえ、もしかしてその楠本さんと別れた旦那っていうのが桑名さんだったりして、それで息子の様子を隠し撮りしたのがこの動画だったとか。いや、桑名はさすがに30の息子がいる年には見えないな。もっと他の可能性を探ろっか。どこだ？これは。10
13年前の9月17日午後4時過ぎだから多分放課後の教室だね。あ、いや、これはなんだよ。今、楠本充が屋上から飛び降りた日付を確かめたのですが9月17日でした。え？つまりこの動画が撮られた後その日のうちに彼は校舎の屋上から飛び降りたようです。動画を見て新たにつながってきた線もあるにはありました。しかし肝心なところがまだわかりません。このいじめ動画をなぜ桑名さんが隠し持っていたのかです。ああ、桑名はこの動画を隠し撮りをした張本人なのか、それとも誰か他の撮影者からこの動画を受け取っただけなのか。桑名さんと沢先生は何かしらの知り合いだったんでしょ。だったら13年前に沢先生がこの動画を撮っていてそれを桑名さんに預けてたとは考えられない。便利屋って仕事の一環で。ありえるとは思う。ただしっくりは来ない。なんで？セイレーンのマスターが言ってたんだ。え？ライターの中身を見ればいずれわかる。桑名君の目的も彼が何者なのかも多分あんたなら突き止めるだろう。あの人はこの動画を見ることで桑名の正体もわかるって。でも俺らはまだそこまでたどり着けてない。いじめの隠し撮りからわかる正体って何？桑名が今40前半ぐらいだとして13年前は30前後ってところだ。もしかして学校の先生だったりして。このいじめがあったクラスのさ。そういうことなら杉浦氏が持ち帰った卒業アルバムがありますよ。沢先生の部屋にあったやつです。矢上氏はまだ中を見てませんでしたね。そうだった、持ってくるよ。その口ぶりだともう二人は中を見たんだな。ええ、残念ながら教師陣の中に桑名さんの顔は見当たらなかったです。ここが楠本充君がいたクラスのページ。沢先生も写ってたし、間宮由衣も写ってるね。クラスの担任は、この人か。楠本充がいじめを受けていたところを何度も目撃してたのに見過ごしてたとか、あまりやりすぎるなよと薄笑いまで浮かべていた。桑名じゃないな、別人だ。他のクラスの先生も見たけど桑名さんはいなかったね。楠本充、この子の写真はアルバム用に撮られたものじゃなかったんだな。ええ、おそらくその撮影をするより前に飛び降りてしまったのです。沢先生は全然笑ってないね。ん？先生は高校を卒業した後は同窓会にも行ってないって言ってたよ。このクラスの誰とも会ってないって。確かにその集まりだと嫌でも充くんの話をすることになるだろうからね。こちらには鈴木由衣さんが写っていますね。やはり先ほどの動画に映っていた女子生徒です。彼女も楠本充のいじめ自殺に加担した一人だった。このページに映ってる子たちの何割かはさっきの動画に映ってたわけでしょ。ああ、でも河合真也は映ってないんだな。ああ、うん、本当だね、映ってない。河合は充くんの飛び降り後いじめ加害者として叩かれ自主的に退学したはずです。ネットの書き込みにはそうありました。裏取りはできてませんが自然な成り行きであったろうと思いますな。本当は他にも叩かれるべきいじめ加害者がいたのに河合以外の全員が罪を免れた。
これは、これは。その時の担任は、ミツル君がいじめられてるところを見てもそんなに深刻じゃないと思ってました。笑いながら、やりすぎんなよと見過ごしていたんです。後で世間のバッシングを受けて教職を追われました。ん？教職を追われた？どうしたの、八神さん。楠本ミツルの飛び降りで当時の担任はえらく叩かれたんだ。その後教職を追われたって聞いてる。うん、それで？だとしたらこのアルバムの担任って辞めた先生の後に来た代わりの先生ってことはないか。なるほど、それはありえる話ですね。バッシングされた担任の名前を調べてみます。アルバムに載ってる先生とは別人かもしれません。少し時間をください。うん、八神氏、わかりました。楠本充の元々の担任の名前、やはりアルバムに載っていた先生とは別人でした。当時の担任は北方優とあります。北方？え？あ、それってもしかして彼本名北方ってんだよ。聞き覚えは？相馬が口にしてた桑名の本当の名前だ。じゃあ桑名さんは元は高校教師？写真も出てきました。これが13年前の北方先生です。桑名だ。確かに。ああそうだ、そうすると沢先生もこのクラスにいたんだから、彼女にとっても桑名は担任の教師だ。それが二人の接点だったんだ。そういうことだったのですね。桑名さんが全てをつなぐキーマンだった。13年前、ミツル君の飛び降りで学校を辞めた北方優はその後桑名仁って便利屋を名乗るようになった。その時頼ったのが当園だったセイレーンのマスターだ。桑名は積極的に裏社会とも関わろうとしてたらしい。そして何か目的意識が強かったって。目的意識？それってどういう？いじめ加害者への復讐だ。桑名はそもそも生徒たちがいじめなんてしなければ教職を追われずに済んだって思ったのかもな。で、その怒りの矛先が河合深夜に向けられたってのはどう？なるほど。確か河合は5年前神室町で知人らしき男女に車で連れ去られたということでした。じゃあその中の一人が桑名さんだったの？可能性としてはあると思う。その結果河合を探し回ってた RK が5年前の桑名の存在に気づいたのかも。そしてその時の事情を聞きたくて
偉人町まで桑名を追ってきた。ああ、それなら RK が偉人町に来た理由になりますね。また河合の知人らしき男女っていうくらいだから、桑名さんの他にも何人かいたんだよね。それってもしかして。ああ。これだ。ああ、そこに写ってる子たち？河合の知り合いだった男女。そう言われる間柄なのは間違いない。でも、なんでこの子たちが河合を拉致すんの？桑名が協力を頼んだ。いや、協力させたのか。どういうこと？ほら、この動画って桑名がこっそり隠し持ってたわけだろ。でもここに写ってる連中にしてみたら、絶対に人に見せたくない代物だよ。自分らが同級生をいじめて飛び降りまでさせたことが大っぴらになるんだから。え、確かにネットに流出でもしたら大変です。大炎上して社会的に抹殺されかねません。桑名にしてみれば彼らの弱みを握ってたことになる。それで河合への復讐に加担させた。いくら脅しのネタがあるからって人殺しまでさせられるかな。河合って殺されたんでしょ？河合が殺されたってのは RK がそう言ってるだけだよ。死体が見つかったわけじゃない。待って、頭が追いつかなくなってきたよ。ああ、まだタラレバの話が積み重なってるからな。でもそれを裏付けてくれるかもしれない人はいる。誰のこと？例えばこの中に映っている間宮ユイなら、俺は家まで押しかけたことがある。もし河合を拉致した中に彼女もいたなら、面白い話が聞けるかもしれない。そうですね。今矢上氏が語ったのは、神室町と偉人町の事件をつなぐ一つの仮説です。ですが間宮ユイからその裏付けを取れたなら、さらなる情報が引き出せるはずですよ。桑名さんの居所もわかるかもしれません。ああ、まだ桑名は完全に取り逃がしたわけじゃなさそうだな。桑名さんってどういう人なの？三越場殺しと江原のアリバイ偽装、沢先生の事件、5年前の河合真也の失踪、多分その全部に桑名は一枚噛んでる。あいつの尻尾さえつかめれば全部見えてくるはずだ。じゃあもしかして今僕らいい線いってる？ふん、多分な。明日早速間宮ユイを直撃しよう。では杉浦氏も矢上氏に同行してくだされ。状況は次のステージに移ったように思います。僕は一人で大丈夫。海藤さんも負傷した今、矢上氏には助けが必要でしょう。オッケー、つくも君がそう言うなら。助かるよ。ありがとな、つくも。杉浦は無事に返すから。僕の相棒はそんなに弱じゃありません。存分にこき使ってくだされ。死ぬ前に走馬灯が見えるって言うよな。ありゃ本当だぜ、ターボ。昨夜がそうだったわけ？ああ、なんかどんどん体が冷えてったなあと思ったら、松金の親父にどやされてた。まだ俺が駆け出しの頃の記憶だ。
カムラの頭も円弧詰めるかって睨んできててよ。で、俺の代わりに東が泣いてんだ。死ぬ前ぐらい、もうちょっといい記憶見たって良さそうなもんだろ。なあ。きっと本当に死ぬ時は、いい思い出が見られるよ。思ったより元気そうでよかった。そうもの野郎。次やったらただじゃ済まさねえ。不意打ちさえされなきゃ、沢先生の仇も取れたのによ。相馬に刺されたこと、もう警察に話した？ああ、刑事が来たんでな。あることないこと言ってやったぜ。それはダメでしょ。冗談だよ。言ったのは真実だけだ。俺を刺したのは、沢先生を殺したのと同じ犯人だってな。なら多分、相馬が捕まるのは時間の問題だ。ただ、それとは別に俺らは桑名を追う。あいつが一連の事件をつなぐキーマンだ。RK に捕まる前に俺らで見つける。桑名か。しかしあの野郎、ムカつくね。ん？あいつが俺らに近づいてきたのは、結局何か魂胆があったってことだろ？多分、ターボーが三越場の殺しを調べてたからだ。こっちは腹割って付き合ってやってたのによ。俺はターボーの添えもんか？そんなことないって。くそ。野郎の正体も割れて、これからって時に。俺はこのざまか。とにかく今は休んでなって。つくもも後でお見舞いに来るってさ。なんだよ、杉浦は来ねえのか？あいつはこれから俺と間宮ゆいを直撃するんだ。偉人町から運転手もしてくれるってさ。